はい、皆さんこんにちは。今日も VGC2015 全国ダブルの練習をやっていきたいと思います。フォーマットバトルスポットダブルス、2015年の公式ダブルバトルのルールで、2016年ルールと違って禁電ポケモンが使えない、グラドン、カイオーガ、レックザみたいな禁電ポケモンが使えないルールで、純電ポケモンですね。このパーティーだとクレセリア、ヒードラン、サンダー、レイジュランドスが入ってますが、純電ポケモンとメガ進化を組み合わせたパーティーが多くなるルールです。パーティーの詳細を確認してから、お見せしてから対戦の方やっていきたいと思います。クレセリア、ゴツゴツメットを持たせていて、サイコキネシス、凍える風、電磁波、月の光っていう技構成ですね。素晴らしい、その技を電磁波と凍える風両立させているのは、ボルトロスの挑発とかを受けてしまっても凍える風を使うことで素晴らしい、その技を阻害されないようにするためですね。凍える風は、タイプ不一致でクレセリアの火力が低いといえども、ガブリアスや相手のメガボーマンドのレジューランドスに対しての伊達になるってことも大事です。あと気合いの助けを潰せるってことも大事ですね。わずからながらのダメージを与えることで。最高記念したタイプ1のエスパー技で、格闘タイプのポケモンとか残りヒットポイントわずかなポケモンに対してとどめを刺すぐらいの仕事ができればなって感じです。ヒードラン、熱風大地の力身代わり守る、何度も説明してきたんでこの辺は省略して、サンダー、10万ボルト電池は毒跳ね休め、特製静電気で持ち物がブライトパウダー、光の粉ですね。レイジューランドロス、地震、岩流れ、バカ力、トンボ狩り、スイッチとリクルームパーティーに入れてランドロスのスバースをちょびっととか結構落とすことで、もっと耐久に触れるようになる方のランドロスも最近見かけるんですけど、突撃チョッキでもちろん特殊耐久は十分なんですけど、物理耐久も含めるともうちょっと耐久に触れれば動かしやすくなるかもしれません。ガルーラ、猫魂、ステミタクル、グローパンチ、不意打ち、特性は肝っ玉ですね。特性性、メガ進化せずに特性精神力のままで猫魂打ち合うとか、そういうことをする意図は今とはないので、特性肝っ玉で一応ゴーストタイプのポケモンに対しても猫魂とか打てるような感じにしてます。ミンフィア、メガネミンフィアですね。防御にもうちょっと努力値を割いて耐久を高めるのも一つの手だと思います。僕は今回は1死極振りですね。特別な意図がない場合は努力値は極振りでいいっていうのは僕もそういうふうに考えてます。そういうふうに考えるかと思いますし、で実際対戦やっていきましょう。メタモン、プテラ、ヤドラン、不思議花、ヤミラミ、ミロップ、ミミロップ、ヤミラミ、不思議花、プテラ、4体メガ進化する可能性があるポケモンですね。不思議花がめんどくさいから人気は出しづらいところ。レジューランドロス、3脱出して裏にヒートラン、ガルガンしましょう。 It's taken 8さんって読めばいいのかな、この相手のトレーナーの読みは。ミミロップはメガ進化するとメガミミロップで格闘タイプがつく。ヤミヤミのメガ進化すると耐久が上がって特性がマジックコート、マジックコートじゃねえ、なんだっけ、マジックミラーだっけ、そんな感じになる。両方メガ進化する可能性あるけど、僕が思うには不思議花がメガ進化じゃないかなと思うけど、どうでしょうか。ランドロスにチェンジして、ランドロスじゃねえ、ランドロスとヒートランチェンジして、サンダーはどうしようかな、毒毒をやめらみに、あ、ちゃんと間違えた、これだとよくないな。ヒードランチェンジして電磁波を不思議花、やめらみがメガ進化する可能性まだ否定できてないから、不思議花がメガ進化したらやめらみに毒毒打ちましょう。ランドロスをヒートランにチェンジしたのはやめらみの鬼火が飛んでくるかと思ったからです。不思議花が外れた、不思議花がメガ進化でした。ヒートランの身代わりってサンダーを毒毒をやめらみに、ノコ魂をかわしましたね、今光の粉で。もう不思議花が身が、間違えた、ヒードラが身代わり張っちまえば相手は打点ないからかなり余裕だと思うんだけど、闇闇変化技打ってね、なんだろう、当たったとしてきた、闇闇に当たったとしては威力弱いな、イカ様の方がいいと思うんだけど。柔軟ボルトの熱風を集中、闇闇が集中、シトラスベリーをバナミでしたね、持ち物。
闇闇畑やつつ三段光の粉が落とされました。ヘドロ爆弾を切る毒にはならず、闇闇は毒が回って死亡。相手が次に出してくるポケモンはミミロップ、ヤドラン、メタモン、プテラモン、チェンドルカですけど、ヤドランが出てきました。ヒードラン引き継ぎ滅風で三段は跳ね休みしましょう。メタモンが出てくる、あれ変わり者じゃないの、特性メタモンに熱風吸収ですね。メタモンで落ちたぞ。熱湯でヒーズランの身代わりが割れる。相手が降参して試合終了ですね。はい、そんな感じで、まあ非常に短い試合でしたが、闇闇不思議花ミミロップ来たら全員メガ進化する可能。あーちょっと待って、ヤドランもじゃねえか、ヤドランもメガヤドランいましたね。5体メガ進化する可能性あったのか。相手メタモン以外全員メガ進化する可能性のあるパーティーだったんですね。メタモンが普通だったら今 の, あのメタモンが出てきた場面、メタモンが変わり者、特性変わり者で、多分ヒートランの特性モラビをコピーしてこの技を打てるというのが理想的な展開だったと思うんですけど、なんかメタモンの特性が発動してませんでしたね。通常特性だと柔軟だったと思うんですけど、どんな感じで全国ダブル順天4体入れた、クルセリア、ヒートラン、サンダー、レイジランドス4体入れたパーティーにメガガールを組み込んだ。まあチョークみたいなパーティーだけど、チョークとは違う、モロバレルも入ってないし、化身ボルトスも使ってない、あ、チョークに入らないか。まあそんなパーティーで戦ってます。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回も、うん、よりレートを上げて、あの商談のレートを上げていけるように頑張っていきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。サンキューウォッチング前ビデオ、 See you next time、 バイバイ、また次回よろしくお願いします。